皆さん、こんにちは。ひろきでーす。お昼ですね。皆さん、どうお過ごしですか？私はなんか今日はちょっとさっき収録で喋り疲れて、声が枯れがちです。けど今日、夜から収録あるんですよね。喉をいたわっとかなきゃ。とか言いながらビール飲みます。おいしい、おいしいよ。あー、おいしい、たまらないな。いやー、喋った後のビールは美味しい。うん。あー、喋ったー。いやー。いやー、喋ったー。原稿通りに喋るの大変ですね。アナウンサーってすごいな。僕ちょっと途中りましたけど、もう何度やっても必ず一回は途中る文章だったんで。もう閉じったまま配信しちゃいましたけど、10分ぐらい喋り続けました。はい、閉じったな。アナウンサーはやっぱりさすが訓練されてるな。びっくりだな。僕もあれぐらいになりたいな。訓練しよう、 YouTube でYouTube じゃ訓練にならねえよ。いやー、エイプリルフールですね。僕真面目なんで嘘つけないんですよね。はい、どうしようかな、困っちゃったな。嘘つけないんですよ、全然。嘘つくのが下手で、もう何でも本当のこと言っちゃう。はい、そうですね。いや、皆さんどんな嘘をつくんですか？っていうか、エイプリルフールなんてどうでもいいよみたいな人が増えてきましたよね、最近。はい、うぜえよみたいな、仕事忙しいんだよみたいな。まあ今年は土曜日だからいいですけど、月曜日とかにエイプリルフールだと、なめんなよこいつみたいな嘘記事とか見た時やっぱ怒りますよね、イラっときますよね、やっぱりね。そうですよね。はい、まあその気持ちは分からんでもないですけどね。はい、ヤフーニュースとかでエイプリルフールやったら困りますけどね。みんな信じちゃいますよ、ヤフーニュースにニュース載ってたら。はい、本当にみんな気をつけましょうね。はい、エイプリルフール撲滅運動に参加したいわ、本当。はい、こっちはエイプリルフールにチャンネル開設してるっていうのにみたいな。チャンネル開設したんですよ。はい、まだチャンネル登録者数多分10人くらいしかいないと思うんですけど、身内もグループのメンバーもまだ登録してないという。はい、このなんて言うんでしょう、あの統率のなさっぷりねえな、うちのグループ本当に。あ、まあそうは言っても今日も収録しますし、はい、物事は進んでいくんですけどね。視聴者数をあんまり気にしてないからな。まあ全く気にしないわけじゃないですよ。増えた方がいいなとは思いますけど、まあやってて楽しいっていうのが一番あるんで、はい、まあそれでいいかなっていう感じもしますけどね。はい、そうですね。はい、まあですよ。はい、そんな感じですよ。はい、はい、
今日は収録までちょっと昼寝しようかな。土曜日だしな。高校野球でも見ようかな。あ、高校野球今日は決勝戦じゃないですか、今やってるの。高校球児か、いいな。青春ですよね、ほんと。涙しますよね、ほんと。ミスで失点した時とか。はい、ということで、僕も YouTube グループで青春やってまーす。なんて、これこそエイプリルフールだよ。ということで、今回の配信はこれで終わりとなります。また皆様、別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。